小十子です。樫の木さんの懐かし柔らか集です。限定商品として3日間だけ復活したシュークリームです。昔ながらのカルフワシューということで、すごく楽しみです。今回は20個ほど買ってきました。1個ね、税込み100円、安い。それではいただきたいと思います。いただきます。クリームぎっちりだね。おいしい。食感がクッキーシューでもないし、パイシューでもない。昔懐かしい。甘さがすごく控えめで、まあ昔ながらの味わいといった感じですね。うん。それでは食べていきたいと思います。本当にね、カルフワって感じです。まさにカルフワシュー。昔ながらっていうのがね、クリームが甘さ控えめで、この皮がとにかく特徴的。シュー側がすごく特徴的です。シュークリームは結構早くパッ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 食べれるんですけど、このシュークリームはね、しっかり噛まないと食べれないタイプです。すごく味わってます。
昔懐かしいってね、ここのね、ここの部分、なんかあのスワン、昔スワンのシュークリームをよく友達のお家のお母さんが作ってて、いいなって思ってたのを思い出した。まあ、おやつといったらラーメンとかパンとかおむすびだった。おしゃれななんかこういうのは出てこなかったね。あと3つちょっとやろうか。火力良すぎ。火ついてない。消えた。ちょっとムラがありますが、焦げ臭い。あ、美味しい。これいいですね。あ、焼いていいです。これすごい生地がしっかりしてるのですごく香ばしくなります。最後1個です。ごちそうさまでした。樫の木さんの懐かし柔らか酒、大変おいしくいただきました。3日間限定復活ということなので、皆様もぜひお早めに食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。翔十五でした。あったよね、スワンのシュークリーム。親にあれを頼んだ時に何を思ったか、唐揚げ出てきたから。まあ鳥だけどね。